言えるような感じにしてくれると嬉しいな。で、もし、バグとかで配送、もしくは誰かが配送をした場合には、即キャンセルお願い、キャンセルじゃないや、許可の方をお願いします。それで、次に、そうだね、やっちゃおうか。はい。じゃあ、わかりました。はーい。じゃあ、楽しくできる人、準備完了。はーい、やった。じゃあ、レッツ、待って。ダルッチ、お願いします。レッツ、人狼。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、魔女。です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。魔女の方は夜のアクションを行ってください。これ噛まれてないんじゃない？え？どう噛まれてんの？なんかマークついてねえよ。あ？これ噛んでなくない？違う？これ噛んでないの？噛んでんの？え？表示が出ないの？今の魔女。初めに出たの？見てなかった？ネット見てた？やば。夜が明けました。やばいやばいやばいよ、これ。助けて。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。噛まなくていいの？これ本当に。ノップルプレイヤーが発言します。噛んでないよ。どうもです。これ初生版名だと思うんで、同進行したらいいんじゃないかなと思います。3番さんの55秒あたりで、55秒のあたりで占い師で、50秒のあたりで魔女が出てきてもいいんじゃないかなと思っております。多分みんな察してくれると思うんで、同進行でいいかなと思うかな。そうだな。で、1週目で2週目でこの発言か。とりあえず、役が出てきて、あんまりいい考察とかできないかもしれないですけど、なるべく、なんだろうな、人外要素っていうのかな。拾えるように頑張りますので、ってくらいかな。とりあえず発言は、してください。同進行でもって感じかな。この位置で発言したいんでって感じです。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。ちょっと4番さんのその、老進行、同進行とかなんかそのあたりがよくわからないんですけども、すいません、ちょっと魔女村っていうのが、ほぼほぼ初みたいなもんで、2回目ぐらいなので。そして占い師でした。占い師用です。6番さん、6番さん、白。6番さん、白です。把握お願いします。ところで、あれだよね、なんか初日から神ありで魔女が復活とか、毒殺とかできるってことなので、まあ、そこは復活盤面なのかなっていうのは、自分も思っております。で、まあ、対抗が出るのか出ないのか、この7人村というのか分かんないので、まあ出た場合はちゃんと相手の黒目とそこのラインっていうのをちゃんと構図できるようには頑張っていきたいと思います。まあちょっと2人目の位置なので、まあちょっときつい盤面ではあるんですけれども、そこをちゃんとですね、相手の落ち目とか、ここがこうでこうだから黒いよっていうラインが繋げられればと思っております。皆さんご協力。6番のプレイヤーが発言します。5番すれば死んだとしたら、まあ、4番一応置いといてって感じになれば、なら1,2,3,2ローイルとかになるじゃないですか。まあ魔女についてドーン進行、言ってたところもあるんで、まあ、言葉だけ聞いた場合っていうことね。まあ、2周目の反応って感じだと、5が死んだったら4番置いといてって感じになれば、なら1,2,3,2ローイルって感じだと思うけど、他に偽だったら分かんない。この相方が7123の新占いを覗いたところにいるってことかな感じなんじゃない？まあ、真なのか偽なのかは分からないけど、まあ、白もらってるんで、真だってほしいなっていうところもあるし、人外だったら、やばいなって思ってる。自分が白もらってるだけでね。そう、真だったら7123に2色。他が偽だったら、7123の真を覗いたところにいるって感じじゃない？以上。7番のプレイヤーが発言します。
はい、お願いします。5番さん同様、自分も魔女村は2回目ぐらいですね。お願いします。ということで、5番さんが6番さんにランシロハウトです。で、4番さんの発言で気になったのは、その同進行っていうところが、なんだろう。ちょっと盤面を固めたいような感じで、まあそういった、ことにしようとした理由をちょっと2周目できればお話ししていただければなと思います。で、5番さんは6番さん。で、どうだろうな。まあ全然囲いも終えるのか。まあ2周目っていうところですかね。発言では色落ちはありませんでした。5、6番さん。で、1、2、3で占い対抗が出てきたら、ちょっとそこは単体精査しつつ、魔女って対抗出るのかな、蘇生しました。または人狼が噛まなかったのかっていうところ、2周目が。1番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。7番さんに言っとくと、魔女を使用したのかな最後ね。魔女は潜伏してて、狼が魔女村はね、狼が魔女を噛まないように潜伏してるのが強かったかなと思ってますね。魔女使用した時点で、7番さんが魔女っていうことが透けていて、人狼陣営はきっと、魔女が分かっているから魔女残されるよね。で、魔女に精査すると思っている。魔女に精査させると思っているし、同進行の強みっていうのは、結局、狼が白出した先が占い師だったりすると、結構破綻があるから、破綻も終えるし、結構、こう、村が強ければ、相方を囲うしかないから、白先が結構、ローっていう可能性が高くなるから、同進行は強い。村が、蘇生場面の場合は村が強くなる進行だから、そこを怪しむんじゃなくて、七番さん、魔女なんだったら、誰が怪しいかの発言は2周目してくださいませ。2番。のプレイヤーが発言します。あ、ごめん、7番全然その対抗出るんだっていうのは聞いてたんだけど、魔女使用したんだ。ごめんごめん、それはね、把握漏れしてた。ちなみに魔女対抗出た場合っていうのは、一応グレーを釣って、魔女は毒殺できるから、お互い打ち合ってっていう風な感じになっちゃうから、対抗はね、まず出ない、初日は。うん。そうだな、まあ、5番が6しろってことで、まあ、3番の、もし、潜伏いるんだったら、3番さんの、55秒の位置で占い席貼ってほしいね。で、50秒の位置で魔女さんが蘇生位置。あ、もう7番ちゃんが、あれなんだね。魔女使用してるのはね。うん、じゃあ、蘇生位置お願いします。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあ、対抗のある方、55秒で。はい。ってことでね、私も、あれです。人狼を見つけちゃいましたので、4番さんは白です。6番さんも白。7、白。1、白。2、黒。5、黒で。終わり。これもう超イージーゲームですね。はい。どうしようかな。信用してもらわなくちゃいけないんだけど、まあね、言っとくと、同進行の提示のあったね、4番さんってやっぱ白いと思いません？まず。で、まあ、6番さんも白で、7、白で、1も白なんだけど、5番さんには、もし自分が死んだっていうんだったら、黒がどこだと思うかしっかりと、二人狼、どことどこっていうのを、まあ、人は私っていうんでしょうけどね。私の相方をしっかりと提示して説明してください。お願いします。4番のプレイヤーが発言します。どうもです。7番さんに説明すると、同進行っていうのは、まあ、ほとんど1番さんが説明してくれたけど、まあ、占い師で、人狼が占い師に白って出したら破綻なわけだろ。で、人狼が例えば黒って出したとするじゃん。けど、その人が魔女だとしたら、それもまた破綻なんだよ。魔女対抗っていうのは基本出ないの。だから5分の1の可能性で、まあ、破綻するんだけど、特攻した場合っていうのはね。その破綻の可能性があるから、同進行を提示したよっていうことかな。説明しろって言われたから。そうだな。まあ、5か6だとしたら、6か1。
か、ね、なわけないな。ごめんごめん。うん、5、2ってことだな。シャーマンが食らしてるからな。うん、5、2ってことか。だけど、黒出し特攻っていうのは基本しないと思うんだよな。黒出し特攻。相方で黒で囲うようなことは俺しないと思うんだよな。だから、シャンガロール3-1か。3-1だけど、3-1にもそこまで見えないような、どう見てもな、さっきの発言だけだと。とりあえず今日2でいいんじゃないかなと思ってるかな。2でいいんじゃないと思ってるかな。で、俺目線それで、まあ、1に6冊してくれたら、絶対続くから。そしたら、まあ、3号審査すればいいんじゃないと思っております。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。ところで、まあ、今の4番さんの発言っていうのは、まあ、正直おかしいかなとは思ってるんですけど、こんだけこの状況で、まあ、3が2に黒を出してる状況で、5番につながるのは6-1かなっていう状況で、最初に発言を残すっていうのはおかしいですよね。3が、その場合は真に見えてるから5-2しかありえないのに、なんでそこで最初に6-1かなって。まあ一応訂正はしてたとは思うんですけれども、その発言が最初に起きるっていうのはまずおかしい場面であるって思っていまして、で、もう自分目線、まあ、相方に黒を出すっていうのは相当なメリットがあると思っていますので、3-4、時点で3-1かなと思っています。うん。まあ、しかも村人目線からすれば、縄が足りる状況であるならば、仕事が終えている3番さんからするのが、まあ、一番納得できると思うので、そこもちゃんと加味して3番さんからちゃんと釣ってほしいとは思っておりますね。で、まあ明日、まあ、占い師行って噛まれるのもあれだけれども、うん。まあ占い師はとりあえず、まあ、4-1にどれかですっていう形では言っときますけど、噛まれてそこに自分がね、ああ、この人ないんですって言ったところで、新芽が上がるとは思いませんし。なんでまあ3番さんの相方としては4-1-2という形では上げておきます。うん。で、ところかな。まあやっぱこの発言位置辛いよね、2番目っていうのは。うん。すいません。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。7番魔女だったら、蘇生位置とか分かれば、2番とかだったら考えればいいんじゃないの。うん、蘇生したところはどこなのか教えてほしいなって思いますね。難しいね。3番だったら2、5ってことね。5番だったら3-1-3-4ってことでいいの。うん。蘇生位置言ってもらえれば、ある程度イメージつくんで。うん。7番、使用したでいいんでしょ。蘇生位置お願いしますね。うん、以上です。7番のプレイヤーが発言します。ちょっと2周目とはいえどもチャットで言っていいのかどうかも分からなかったんで、俺魔女使用してないですよっていうところで、1番さんどう聞こえたんですかね。俺魔女が2人出るのかっていうことで、魔女対抗出るのかなっていうことだったんですよ。はい、魔女が2人出る可能性もあるのかなっていう場面を追っていっただけで、俺魔女使用していません。はい。で、あと、なんだろう、3が2に黒出したっていうことに対して、5は相方に出すのはメリットがあるっていうのも、俺も正直わかんなくて、黒だったら黒でいいんじゃないかなと思ったんですけど、うん。でも4が3に対しての触れ方があまりなんか少なかったんで、うん。これ5-2で繋げてきてる3-4かなっていうのも、まあわかるんですけれども、まあ問題は1-6。ですよね。6はちょっと、蘇生を、あれしてくださいっていうぐらいの発言だったんで、うん、2周目とはいえども、ちょっと考察は、うん、試行開示でも、ちょっとしていただきたかったですね。はい。で、1番さんに対しては、その魔女仕様に対するアンサーしかないです。ちょっと申し訳ないですけど。どうなんだろうな。まあ、五老塾で置いても、まあ、五六の格好いいか、まあ、はたまた一なのか、三が老塾だと四、はたまた二なのかとかっていうところ。1番のプレイヤーが発言します。
きっと私の発言が村を混濁させていると思っているから、本当に申し訳ないと思っているけれどね。けれどね。蘇生しましたって聞こえちゃったんだよね。聞こえたからな。ちょっとそう置いてしまった。だけど、じゃないって言うんだったら、場面全部変わりますから、5番さんが初手から6番さんに白を出して、5、6の囲いもあるし、で、3番さんはもう5に確定なんだよね。対抗で5番さんで手に黒見つけてるんだから。だから、盤面的には2番さん取るのが一番安定かなと思ってますね。でね。で、結局、6番さんは、7番さん魔女なんでしょ？じゃあ、蘇生先行ってね。で、終わってるじゃないですか。ってことは、6番さんは絶対魔女じゃないじゃないですか。3、5番さん占いしようとか魔女じゃないですか。ね。ってことはですよ。もう、1、2、4にしか魔女がいない現状なんですよ。いるとしてもね。魔女じゃないんですよって7番さんが言ったんだから。それに対して、4番さんってさ、ドーン進行を進めていて、結構、まあ、ドン進行ってことは、自分自身人狼だった場合って、かなりそれを1周目の1番手から発言することって結構人狼だったら弱いと思っているから、やっぱ2番さんのローは硬いんじゃないかなと思ってるよ。だけど、3番さんが2番さんに黒出ししてる可能性もあるし、普通に3番さん死んで2-5の可能性もある。だから今日2番さんというのが安定じゃないかって、私の発言。です。です。2番のプレイヤーが発言します。ジャンも黒いなぁと思ったけど、一番ちゃんも黒いなぁ。なんだっけ、サマちゃんが、ヤマちゃんに対して、ドン進行してるから白っぽいですよね、っていう発言も謎だし、一番ちゃんがものすごく魔女の位置知りたがってるのも謎だし、で、7番ちゃんが結局魔女じゃなかった。そうだなぁ。343137。私ね、普通の村だから、どっちずれからでもいいよ。これで3人がないってことわかるよね。ちなみに言っとくけど、私が黒だったら5番ちゃんがローっていう風になるの。そう、思い出した。4番ちゃんって、なんで、31は見えないから、52って言ったんだろう。え？初週でなんか52ってなんかあった？なんかね、とってもそれが気になるんだよね。魔女に伝えておくと、2釣りだった場合は3毒。3釣りだったら2毒。やっぱり3、4が一番濃厚かな。だってさ、今日は安定の3釣りから結構、が入るのが結構主流なんだけども、2釣りの1毒でしょ？3、4だったら、まずやられた場合って、PB じゃない？って思った。3番のプレイヤーが発言します。お願いします。ごめんね、2番ちゃん。占っちゃったんだよね。右の鳴りだからさ。それで私、最後の発言位置だったから、ああ、なんかやばいな、弱いかなと思ったけど、4番さんがドン進行してくれたから、あ、ワンチャンあるなと思ったら5番さん出てきたから、私目線黒が2個見つけられちゃって、ほんと超ラッキーって感じだったんだよね。まあ、とにかく今日は2番さんに行けますよね。5番さんも3、2を疑ってるんでしょ？2の黒囲いは、なんだっけ、メリットがある。あ、2の黒囲い。3が2を囲う、黒で囲うことはメリットがあるっていう発言もあったし、ラインを提示したときに3、2っていうのも追っていたんだよね、5番さんは。はい。なので、2から言ってくださいね、5番さんも。相方だけど、2番さんに言ってください。そして、明日はどこかを占って、黒っていうのか白っていうのかなんかよくわかんないけど、頑張ってください。私は真の占い師なので、でも占うところないから、でも、まあ一応5番さんは占います。黒っていうかね、赤く、こうなんか出るけど、こう、オーラがね。今日2番さん釣りで、大丈夫ですよね、村の皆さんも。狼の5番さんも大丈夫ですね。はい。で、明日、村としては、産後の星座に入ると思うんだけど、この占い結果に注目してください、どうぞ。はい。じゃあ、終わります。全プレイヤーの発言が終了します。私はただの石。私はただの石。私はただの石。
3番のプレイヤーが発言します。7番さんどうした？大丈夫かな？二匹子の狼がね、私に来てるでしょ、でしょ？5番さんは2番さん相方だからいけないんですよ。わかるかな？ 7 番さん、どうしよう。私が説得するしかないもんね。他の村の人は何も言えないから。2と5は狼なのね。だから、新占いの3に来ています。うん。だって5番さんっていうのはさ、2が、黒かな、白かなってわからない状態なんですよね。もし、本当の占い師だって嘘を言ってるんだったら。だけど、3と2の、ラインを提示していて、2が黒の可能性もあるって自分で言っておきながら、2には行かないで3に来てるのは、どうしてかって考えてもらっていいですか？ 2 が相方だからなんですよ。うん。わかるかな？お願いします。こう言ってください。2番のプレイヤーが発言します。大丈夫かな？5番目線、3番が対抗で出てるから、3人行くのは普通じゃない？私は占い師ではあるかもしれないけども、5番さんは3番さん対抗だから普通に3番さん行くのが当たり前でしょ？私は3番さんに、いや、本当にごめん、当たり前のことしか言ってないんだけど、私は3番さんに黒出されてるから3番さんに行くのは当たり前。だから、2番と5番が3番に行くのは普通に当たり前のことなんだけども、それを、あと、2番と5番が3番に入れてるから、2号労働です。そして、3番に行ってるのが、あと7番さん、あ、7番さんも人外。2番、7番、5番が人外ってことになるけども、3番さん大丈夫でしょうか？はい。人外は2人となっております。あ、小林さん、黒、ちゃんと見つけてね。全プレイヤーの発言が私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。どうでしょう。だってマリーヌの票が減るんだから私大丈夫なはずじゃん。なんで？なんでだ？どこどこ？517511お前1 全治3日。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。魔女の方は夜のアクションを行ってください。夜が明けました。昨夜は2名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。はい、ということで5、6が村が悪い。こんな進行取るんだもん。2番行ってからにしてくんね。そしたら3番行くとか。もう5番を残せない。俺らの時点でもどうせ4黒だれるに決まってるから。あ、もう村がマジで悪すぎるわ。いやー、ちょっと申し訳ない。マジで村が悪すぎるわ。なんで2番いかねえの？普通の進行取ってくれよ。だからもう行くことができなかったから。魔女が毒殺したのかって。ちゃんとした進行取ってくれない？ 2 番に行って、3番毒でよかったんだよ。君たちが魔女簡単に透かすからもうこうなるんだっつの。6は2に投票いってるし。
って考えると俺目線は4が黒いのかなって思っちゃうけど、どうなんでしょうかな。現状4でいこうかなと思ってますね。大体俺が、はい、ちょっと投票2番にいるって俺に言ってんだから、もう俺はもう5番2番と置くしかないから、うん、もう村がね、次3が普通の進行を取ってくれない、うん、まず黒出したら誰人に言ってくんね。いやー、で俺がマジで操作して3番行きゃいいんだから、ちょっと全然わかんないっす。まあ勝てばいいけど、3番だと思って3、7はないっていうのがわかるから、はい、まあ、3、4か、2、5なんでしょ？以上です。もう、3、4にかけるしかないよね。発言します。うん。7番さん目線、4番さんが怪しいというなら、5、4で見るしかないんだよね。3番さん、新世界の。でも7番さん、2番さん投票してるよね。2番さん投票してるってことは、5、2で見てたことでしょ？なんかちょっと矛盾に感じるんだけど、とりあえず6番さんが亡くなられてて、5番さんが亡くなられてるんで、6番さんは魔女でしょ。これ確定で。ね。7番さん。わかるかな？ 6 番さんは魔女です。2人亡くなった時っていうのは確実に、魔女が毒殺をしているから、まあ、5番さんが死んかどうかわからんけど、6番さん目線は、村にしっかり考察をさせるために、占い師を毒殺したかもしれないし、人狼を毒殺できたかもしれない。3番さんの遺言で、ちょっと、なんか全治3日って言ったけど、まあ、こう、新占い師だったのに釣られたから、結構辛いなっていうことで全治3日って言ったんだと思うけど、あのね、新世界は5人しかないんですよ。2番行って3番独断だよ。新世界っていうのは、うん、でもね、3番さんの言い方は、5番4黒出すのも目に見えるから、ことはないからって言って、死んでも行かなきゃいけなくなっちゃうのよ。まあ、7番さんがマジでないことから、7番さんも、相方に入るわけじゃないですか。3番さんの2世だと場合は、全員あるんですよね。これ5番さんの死んだった時の占い結果が知れないのと、6番さんが初日どこを疎水したかっていうのも聞けてないからなっていうので、ちょっと村置きできる人間がいないが、むずいね。4番さん、7番さんからヘイト向けられたけどどう？ 2番さん黒出しされたけどどう？私はどこに行ったらいいのかな？あれ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 。2番。のプレイヤーが発言します。あのヒロちゃん、魔女だったら言っとくね、この場面は間違いなく2釣りだった場合は3毒、3釣りだった場合は2毒、これでうん、バランスが取れるから、さ、自投票してくれない？ダメだよ。私も自投票しないで、俺が身が怒ってる時点でもう俺は5番に行くしかないんだって。一応聞いとくよ。何考えてんだろ、この村は。2回目とかの自投票しろ、まず。得てる。いや、あなたが一番いらねえんだって、もう村視点。2番がいらねえのに2番残すって何考えてんだろ、マジで。本当に。いない。いない。そしたら、あれだね。六番ちゃんが孤独ってことで、そうなんだね。さあ、どうするか。さあ、どうするか。あと、そうだな。さあ、どうするか。そうだね。七番ちゃんの視点破綻を、まあ、ちょっと、メタも入っちゃうんだよな。七番ちゃん4。四番ちゃんは、どう精査するんだ。私最初3、4で見てたからな。いや、一番ちゃんどうなの？なんか問いかけてたけど、逆に聞きたいよ。いや、うん。いや、うん。わからんな、これ。いや、だからこういう番目絶対ね、二読なんだよ。よし。二読だと思ったら自投票しろよ、まずよ。何考えてんだよ、まずよ。いや、俺のがわかんないよ、これ。だってみんな黒いもん、7、1、2。だって1番っていうのはさ、4番同進行を占めてるからさ、だいぶ白いよねとか言いながらさ、4に来てるんだよ。めっちゃ引っかかるんだけど。あと1に関してはさ、6っていうのがさ、2に投票してることからさ、2、女性盤面ではないわけだろ、明らかに。っていうことかな。だったら、一番目線ってのは2だいぶ黒くなるんじゃないのと正直思ったかな。うん、これ普通に5、2なんじゃないのかなとは思ってるけど、7の発言っていうのも、だいぶ視点が破綻してるよね。3、4の囲い盤面じゃないからね。3が2に黒出してるんだからね。
だから合理で追うのは当たり前じゃないかなと僕は思ってるけど。っていうことかな。712っていうのは、全然、なんだろう、村っぽくないなと正直思ってはいるかな。けど、こう、2なんじゃないかなと思ってるかな。2番っていうのは結局、471の、どこ精査していいかわかんないとは言ってるからな。で、7番っていうのは、一応間違ってはいるけど、4番を中るって感じ、ちゃんと明確には表してるから。712で比べて7が一番白いんじゃないかなと思ったかな。正直な話だけど。って感じかな。で、1だったら最後、表切ってることになるもんね。やっぱ2なんじゃない合理だと思います。今日2に行きます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。これ1番何て説明すればいいんだろう。1番何が逆に4に行く原因になってるの。同進行を進めたとこは白っぽいって言ってたじゃん。これもしかしたら3、1もあるんじゃないかと思ってるんだけど、どうなんだろう。表記ってんのかな、あんのかな。だってさ、6番がさ、魔女なんでしょ。だったら2、初生盤面じゃないわけじゃん。1番目線っていうのは4か7が初生盤面、もしくは3方が初生盤面ってことでしょ。けど6がさ、5を疑ってるってことから、3、4初生盤面なんじゃないの。3、4、7のどれか初生盤面なわけでしょ。だったら3、4って終える？初生位置もちゃんと考えてよ、1番。っていうことかな。だって6が、魔女なんでしょ。だったら4番ね、初生多分ね、蘇生のこと気にしてるってことはね、噛んでない人が言うわけねえから。7番も分かんない、一瞬回って3番2で出るから37がないってことは1か2なんだと思うんだけど、1番も俺魔女じゃないと思ってるのになんで俺噛んでんだって話だから、2、5なんじゃない普通に考えて。だから5番いったの。だって4黒しか出さないんだもん、絶対に。もうほぼほぼ、あ、出せねえか、誰が魔女か分かんないから。なんか4番ちゃんって、味噌性とか言ってなかった？4番ちゃんは？ん？4番ちゃんす？あ、そっか。進行はね、絶対にね、2番釣りなの。ちゃんと大人の進行を取って。じゃないと俺が3番とか毒に漏れないの。ほとんど決め打ちレベルで5いってんの。もうだってもう村が5番の芯を追いすぎてんだったらもう無理だから。俺を噛めるってことで考えれば2番のような気がするんだけど、俺とも4番噛んでんのこれ。こんなに蘇生噛んでないのに蘇生値気にしてる人っていんの。まあもうこれ運ゲーだよ、しょうがねえよ。だから初めから2番行ってくれよ村は。じゃないと3に毒漏れないんだって。俺に言ってる時点でもう5番いくよ、もう俺は1でも。申し訳ない。1番の票を回収できたぞ、やったー。4番はね、あのね、蘇生値気にしてるっていう。そんな、狼がね、噛んでない狼が蘇生値気にしないっていうのとね、7番がね、俺多分さ、鬼だと思ってて、3、7が絶対ないし、視点バグってるし。そもそも俺を隠し子だと思ってない人なんて噛むわけねえから。一番も俺を、まあ、魔女と思ってないから、やっぱり2、5しか見えないから。2、5しか見えねえんだよ。4番が嘘ついてなければ、もう2、5。